てか今やってるここら辺のレースは何レースって言うんですかっていう質問を受けたんですけど、ここら辺のステッチ、ここら辺のレースはみんなトーションレースっていう種類のものになります。で、どんなものがトーションレースかっていう話なんですけど、見分け方で一番簡単なのは、この点が打ってある、このプリッキングの、このグリッドの角度ですね。で、これ、なんて言うんですかね、まあ、斜め45度。斜め45度と、まあ、正方形の集まりでできていて、で、あと特徴としては、まあ、1個の点では、まあ、大体2ペアまでしか交わらない。なんかあんまり3ペアが合体して合流してとか、それ以上のなんかこう太いのが来ることってあんまりなくて、基本的にこの45度のグリッドで、まあ2ペアの交差でそれぞれ模様が成り立ってるっていう感じのものになります。で、モチーフとしてはこのグリッドに沿ったものが多いので、なんかこう三角とか四角とかの幾何学的な、まあ、なんていうんですかね、タイル模様みたいなのが多いです。あんまりこう曲線を描いたりとかはしなくて、カクカクした感じの、そうですね、まあ、タイル張りみたいな幾何学的な模様のモチーフが多い。そんな感じのレースになってますね。で、まあその仕組みがシンプルなのと、まあ最初に学習人としてとっつきやすいっていうところで、だいたいボビンレースの入門書とかを見ると、最初はトーションレースをやるっていうのが多いです。まあ、まずトーションレースやって、で、そこから発展して、まあ、そこからは結構その先生のお国によるって感じだと思うんですけれども、なんかイギリスの先生だったら、じゃあベッドフォードシャーやって、次はバックスポイントとかそういう風に進む場合もありますし、ベルギー系の先生だったら、まあもうちょっとそのベルギーっぽい、なんかバンシュとかデュセスとかそっちに行くと思いますし、まあイタリアの先生だったら、まあもうイタリアっぽい、まあテープレース。あとも北欧の先生だったらもうちょっとそうですね、北欧スタイル、スウェディッシュスタイルの、まあトーションから始まって、北欧もちょっとチュールレースっぽい感じですかね。そっちの方に進んでいったりとかするので、そこから先は結構、これ合ってるかな真ん中。いろんな風に、なんていうんですかね、方向性が分かれていくんですけれども、最初の初心者さんはほとんどがトーションレースから始まると思います。なのでまあ、なんですかね、ボビンレース習い始めたら、なんか自分がこういうのやってみたいなっていうふうに思い描くレースがあったら、それの、まあ、名前とかジャンルを突き止めてですね、それの自分がやりたいレースの方向性に進んでいけるような先生とか本を見つけるとすごくいいと思います。実際にどんな感じのっていう風になるんですけど、こういう、よ、見えますか？こういう感じのはトーションレースで言います。ここら辺が全部こうなんか四角いですよね。四角い感じのモチーフとかこういうジグザグしたような幾何学モチーフが連なっているような感じ。で、すべてのこのリッキング、この糸の進んでいく方向がまあ斜め45度なんですね。なんでこういうふうになんかダイヤとかパネルを並べてったような感じになる。こういう幾何学模様の、まあ、連続糸で一気にガーって折るタイプのがトーションレースです。で、トーションレース以外はどういうのがあるかっていうと、まあ、こんな感じ、これを私があのアンティークレースから起こして型紙を作ったものですけど、これはもうグリッドがマス目じゃないんですよね。
なんかもう結構自由なこういう曲線を描いているような感じで、で、当初に出てくるような、こういうグリーユ、まあ、カゴ目の、網目のこういうステッチもあるんですけれども、それ以外に、このちょっと太い線とか、あとこういうリーフですね。こういったようなデザインが入ってくるのは、まあ、クリューニーレースとか、まあ、イギリスのベッドフォードシャーレースっていうのも結構似たような感じで、まあ、こういう発展系もあります。で、他には、ここら辺はあの連続糸のレースって言って、この幅の使うペアがあったら、こうずーっと、まあ、糸を増やしたり減らしたりとかはたまにあるんですけど、糸切らないでずーっと続いていく、まあ、連続糸のレースっていうやつで、モチーフごとに糸を切るようなレースもあります。あ、トーションからスタートしましたか？そうですね。やっぱ最初はなんかこうマス目がわかりやすいので、トーションレースがいいと思います。で、他にもこういうテープレースっていうのがあって、これも全然マス目のグリッドじゃないんですよね。で、これはどういう特徴があるかっていうと、この構成しているのはこの細い帯状のテープで、これが一筆書きみたいにこうぐるーっとこういう風に曲がりくねっていって、途中でこのテープ同士をこうつなぎながら進んで、で全体を作るっていう感じなんですね。なので特徴としては使うペア数はすごい少ないです。だから10ペアいかないぐらいでできちゃったりするんですけれども、まあ、その代わりにこう、結構この、いい感じのカーブを描いたりとか、繋いだりとかはテクニックがあるので、そこら辺を学んで、まあ、こういう風にお絵描きをするような感じで、形を作るのが、まあ、テープレースとか、まあ、ロシアンテープレースとか、まあ、ロシアとか、あとチェコと、あとイタリア系で多いんですけれども、こういうのもあります。まあ、結構、違いますよね。そのテープじゃない。レースのジャンルによって、出来上がりの見た目が変わってくるので、まあ、どういうのを作りたいかなっていう、最初に例えばその本とか写真とかで見たようなレースがあったとしたら、最終目標を決めとくと、まあ、そのね、それを実際教えてくれる先生なのか、それが実際載ってる本なのかとかがわかるので、どういうのを作りたいかっていうのを最初に決めるとね、いいと思います。あと、こういう、よいしょ、こういうのもあります。で、これはまあ大体、チュールレースって総称があると思うんですけれども、こういうこの、グラウンドがこういうチュールの、なんて言うんですかね、まあチュールって言いますよね、あれなんかこう、チュチュとか、ああいう、張りのあるようなやつとか、あとウェディングベールとかでもこういうチュールあると思うんですけれども、チュールと、あとそれ以外の要素でできてる、まあレースですね。で、これはバックスポイントレースっていうもので、まあいくつかあるそのチュールレースの種類の中の一つなんですけれども、まあ、このチュールの中にこういう太い糸でこう模様を描いたり、まあいろいろなんていうんですかね。いろいろパターンをまあ入れ込んでいくような感じの、こういうちょっと細めの糸で作るレースとかもあるんで、こういうのが作りたいっていう、どういうのが好きかなっていうのを、最初にね、なんかこう、ピンときたやつ、目標にすると、まあ、それに、なんていうんですか、そのレースのジャンルごとに使ってるテクニックとか違うんですよね。なので、どれを習得すれば自分の作りたいやつができるかっていうのがわかるので、そこを先にやっとくと、なんかこう、何を作ったらいいかわからなくなる現象みたいなのはなくなるんじゃないかなと思います。まあでも最初はね、トーションで結構、まあトーションも奥が深いですから、トーションやるだけでかなりいろいろね、楽しめるだろうとは思いますけど、あ、なるほど。そうなんですね。あーは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 ー。
そうそう、なので自分でデザインができるようになると、もう例えば写真で見たものとか、まあそのそうですね、なんかこう参考にするやつからアレンジしてオリジナルでも図案できちゃうんで、結構お絵描きが得意な人だったら、そのなんていうんですかね、まあその自分の好きな形通りに、まあ、ギンプを合わせたりとか、いろいろステッチ組み合わせて模様を作ったりとかできるので、そこまでいくとね、かなり楽しいだろうなと思います。結構こういう幾何学模様以外にも、なんですかね、お花とか動物とか、結構そういう具象的な模様をオリジナルで、まあ、ちょっと現代レースみたいな感じで作ってる方もいらっしゃったりするので、もうそうするともうなんか無限大っていう感じですよね。なんか結構テーマごとに、季節のクリスマスのレースとか、いろいろテーマがあるので、そういった現代系のにチャレンジしてみるのもいいと思います。なかなかそこら辺はでも絵心がまた必要だなっていう感じはあるので、なんていうんですかね、絵心と、あとまあレースとして成立しないといけないので、どういうふうに糸を順番にね、こう糸運びを、ね、考えるかとか、そういった部分もあって、なんかまさにパズルを自分で作るような感じだと思います。なので結構そうですね、なんかもうアンティーク寄りなよ、こういう、またちょっと、ツヤツヤしたものが光っちゃってあれなんですけど、アンティーク寄りなものだと、もう、なんていうんですかね、まあ、使うペアの数も、まあ、かかる時間も膨大だとは思うんですけれども、かなりモチーフが様々展開していきますんで、もう、完全にお絵描きの世界になるんですよね。よいしょ。ね、こういうのもね、まあ、ボビンレースですから、これ、こういうお花だったら、こういう細い帯をこうやって折りながら、どん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 形作っていって、で、まあ途中繋いだりするみたいな感じなので、これがアップですね。ここら辺はもう、ね、自分で設計して、辻褄が合うようにペア数で進んでいけるような道のりを作れれば、まあ無限ですけど、これを作るの相当、まあ、大変だろうなっていう感じはしますね。なので、アンティークレースのすごいいいやつみたいなのだと、まあ大体、なんていうんですかね、トーションとかそういう系じゃなくても、ここら辺のラインをこう描きながら繋いでいって、具象モチーフを追って、で、周りは、まあ、グラウンドで埋めるみたいな、まあ、具象系のものが多いですかね。これはベネチアンボビンレースで、まあ、イタリアのレースですけど、これもまあテープレースの発展系ですよね。まあ、これは結構見た目シンプル、わかりやすいと思います。まあ、こういうふうに進んで、結構糸切ったりしてるんで、結構まあ大変そうですよね。うん、これはマルタのレースですね。ね、これフレミッシュレースとかもなんかもう、ここら辺の辻褄をね、合わせるの本当大変そうだなって。こんなすごいのね、ちょっと、もういや、やりたくないなって思っちゃいそうですけど。まあ、でもこっちにはまると、もうこういうの、まあこういうのもね、めちゃくちゃ頑張ればまあ作れるんだろうなっていう感じではありますから。これとかは割とシンプルに映りますよね。これなんだろう、アントワープ、なんとか、何って書いてないね。アントワープレースなの。まあでも、ここら辺はグラウンド分かりやすくて、パリグラウンドと、で、ここら辺は、ね、マットでこう、つじつまが合うように、太い糸を挟みながら作ってるっていう、まあ連続系のレースだなっていう感じなので、まあ、できそう感がね、ありますよね。この型紙をね、作るのが、大変なんですけど、
ここら辺はチュールのレースですよね。で、チュールで、チュールの間に太い糸入れてっていう感じで、これはなんか動物モチーフですね。なので、まあ、いわゆる博物館とかで見るようなこういう系のレースは、ほとんどが、まあ、具象モチーフの、なんか、まあ、お花とか植物の集合体みたいなのが多いですよね。うん、この辺は、そうですね。これ、デュセス。デュセスは多分、これ、糸切ってますよね。だから、ここら辺、お花1個作って、そう、切って、また切って、で、つなげてって感じなんで、まあ、結構、時間もかかりそう。半端なさそうな感じっていう感じ。そうですね。アンティークレースのボビーの本数、なんか普通に200本とか、もっと言ってるのとかあると思うんで、まあでもこういうのもお花1個作るのはまあ簡単なんですよ。で、それをめちゃくちゃいっぱい作んなきゃいけないっていう感じが、まあ大変ですよね。なので、本当に博物館級のサイズで完成させるの相当時間かかるので、なんか現実的な範囲で考えると、まあ、こういうのだったら、そうですね、ロザリンとかもこういうちっちゃいお花を作るのは簡単なんで、そこら辺のどれくらいでまとめて作品するかみたいな、そういった世界だと思います。本当ね、人の一生で完成しないかもしれない世界なんで、ここら辺はポーションですね。で、トーションは糸も太いんですよ。なんかここら辺のこういうホニトンとかめちゃくちゃ細いのですごいちっちゃいのしかできないんですよね。でもトーションは太い糸で折れるのでザクザク進むし、なんかいろんなことに使えるし、まあ丈夫だから洗ったりもできるんで、こういう系は実用するレースにいいと思います。まあバックスポイントも意外にスピード速くできるんで、まあおすすめですね。なので、まあ、こういう、そうそう、あ、そう、ブローチとかいいと思います。こういうちっちゃいパーツでね。この本、面白いですよ。そうですね。なので、まあ、現代人が趣味でレースやるんだったら、まあ、ちっちゃいパーツをアクセサリーにしたりとか、そういう系がいい落としどころかなと、思います。でも、まあ、1年に1個だけ作品作るとかで、なんか大物、作ってね、展示会したりとか、そういう先生もいらっしゃるんで、まあだからどういう路線でやろうかなっていう感じですよね。そこを決めると、挫折もしないし、なんかこう、ね、イメージできて楽しくなってくるんじゃないかなと思います。